Welcome. Super 5 of the deal. كان البرونة فرديس Can I do something in here? Can I do something in here? No. Yeah, boy, me now. I need the ペガサス。4位、愛と戦いの面に、
の悪意者ラミアスケール。続いて3位、これは意外、初出場ギルドだ。真夜中遊撃隊レイヴンテイル。レイヴンテイルだ。これはマスターの息子イワンのギルド。闇ギルドじゃ。こんなのが大魔党演武に参加してよいのか。おお、最近正規ギルドに認可されてたんだ。言わんめ、ふざけよって。どんな手を使って。お前らがウェンディを許さねえぞ。残り2チーム、セイバーデュースとあと何だろう。まだ強いギルドが隠れてやがった。ジェラールの言っていた魔力と関係あるのか。さあ、予選2チームの発表だ。おっと、これは意外、落ちた羽の羽ばたく鍵となるのか。まさか、まさかのフェアリーテイル B チームだ。なにガジル準備よ。ラプサスとか反則でしょ。つーかなんでミストガンがいるんだよ。まさかお前ジェラール。マジか。今回のルール改正により各ギルドは2チームまで参加できるようになっています。そっか、だから参加チームの数が多かった。冗談じゃねえ。たとえ同じギルドだろうが勝負は全力、手加減はなしだ。別チームとして出場したからには敵負けねえぞこの野郎。おい、望むところだよ。予選8位のチームの3人よかった。ガジルはだいぶ力をつけてきたぞ。それにしても B チームすげえ強そうだな。さあ、いよいよ予選突破チームも残すとこあと一つ。最強天下無敵、これの絶対王子やセイバートゥースだ。出てきたか。楽しもうぜ。何ガンタラてんだこら。ガジル、あれがフィオーレ最強のギルド。絶対負けるな。ナイチュン、ガジル頑張ってください。スティンジュ君、グローも応援する。あの客席にいるエクシード。グレイ、あの約束忘れるなよ。俺たちが勝てばジュビアを我がギルド。約束なんかした覚えはねえけど、お前らだけには負けねえよ。ところで、あいつ誰だ。いつもの愛はどうした。シェリア。シェリアって言います。よろしくお願いします。シェリアはシェリーのいとこなんだ。シェリア・ブレンディ SCH、 by the way、 下 SH チェリア。おい、おい、ミスグニー、おい、ミスグニー。会場には近づけんと言っていただろ。この方法は思いつかなかったけど、なかなか話のわかるマスター。事情を話したら快く承諾してくれたよ。ルール違反だ。お前はギルドの人間じゃない。俺とミストガンはある意味同一人物と聞いているが。
ま、そう熱くなるな。祭りだろ。なあ、ミストガン。ミストガン。それとな、ミストガンがもう少し抜けてた。気をつけな。了解。あの覆面の方、ギルドのものではありませんね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。だからやめとけって言っただろ。しかし、悪ではありません。不思議とギルドの紋章を持つ者と同じ心を感じます。話せば長くなるんだけど、一応ギルドのものとも言えるんだよね。なるほど、あれがこの世界の王子というわけか。強いのですか？それはもちろん、かつて聖典の称号を持っていた男。認めます。He lost to me。 え？フェアリーテイルが優勝するために。で、何か気づいたことは？レイヴン・テイルが怪しいということ以外は特にない。あれは初出場のギルドだ。毎年感じる魔力とか辻褄が合わない。お前の方こそその謎の魔力とやらを感じているの？いや、今はまだ。燃えてきた！いよいよ始まりました。ここで参加者は各ギルド5人までなのです。リザーブ枠があって1人自由に戦いができるみたいです。現在はウェンディさんの代わりにエルフマンさんが入っていますね。予選を勝ち抜いて本戦に出場できるチームは8つ。我らがフェアリーテイルからの2チーム。さすがです。大会は5日間かけて行うようです。1日の中には競技パートとバトルパートがあります。バトルパートでは双方のギルドが同じ人数を出し合って戦います。競技パートはその時までルールは秘密だそうです。選手の選出は自由。勝敗や順位によってポイントがつきます。そして合計で一番ポイントの高いチームが優勝となるのです。頑張れフェアリーテイル。頑張れ頑張れ。大魔党演舞オープニングゲームヒドゥを開始します。参加人数は各チーム1名。参加者は前へ。ここは男として一番槍となって。お前のどこがヒドゥって感じだよ、肉団子。ゲームのルールは分からんが、ヒドゥという名から隠れることも必須か。ウェンディがいてくれたらな。ちっちゃいし。小さいのが有利かもしれないなら、私か優香だね。いや、初めから飛ばしていく。俺が出る。リオンが出るの？ほう、だったら俺が出よう。この大会、どんなもんか見させてもらうぜ。グレー様が出るならジュビアも。おい、わざと負けたらただじゃおかねえぞ。グレー様、申し訳ありませんが負ける気はないよ。当たり前、全力で来い。見てよ。悪いが俺も全力でやらせてもらう。ジュビアのために。ほっとけよ、バカが映るぞ。ゲームみたいな試合で楽しそう、そう思ってたのは最初だけだった。私たちはいろんなレイヴンテイルの必要な妨害が敗因。レイヴンテイルはフェアリーテイルが最下位になるようグレイを集中的に狙ってきた。そして王者セイバートゥースは本当に強かった。ジュビアやリオンも奮戦したけど全く及ばなかったんだ。やっぱ弱いじゃんフェアリーテイル。万年再会。もうお前らの時代は終わってるよ。何がおかしいんだこの野郎。もういい。笑いてえやつには笑わせておけ。簡単ね。大丈夫だよ、
まだ最初だし。この借りは必ず返す。次はバトルパートね。主催者側が私を投げ出せる？試合楽しみにしてる。クリーピー。金髪。金髪。なんだ、あいつ。レイブンテイルからはフレアコロナ、フェアリーテイルはルーちゃん、落とし。キンパス。挨拶代わりですって。私は怒ってるんだ。任せて。キンパス。すごい気合い入ってるね、ルーシー。相手がイワンのバカギルドだからな。ギッタギタにしてやれ。レイブンテイルというギルドの目的は何なのでしょう。そりゃきっとわしらに恥をかかせることじゃ。勘に触るよ。デゴリス、そんな小さなことなら良いのです。ルーメンヒストイレ。
開け。諸悟空の扉バルボスピカホール神シグルローガン、ここからだよ、頑張って開け。砲兵宮の扉はどこまでも伸びるの。客席を狙うなんて、声を出すな仮面、逆らったらどうなるか、no. 分かるわよね、いくら頭の弱そうな金髪で、no. なんて卑怯なやつなの、客席のアスカちゃんを人質に取るなんて。声を出すな、動くな、まあ逆らったらどうか。やあ、誰が動いていいと言ったよ、金髪金髪金髪中怎么来了，神シグル千鳥、金髪中你们都问啊，万一今晚都被打誰が動いていいと言ったよ、金髪神シグル千鳥守るよ、
動いていいと言ったよ、金髪。金髪。金髪。チェドリ。守るよ。変だぞ。ナッツはどこだ。さっきまでここにいた。俺は耳がいいんだよ。確かに聞こえたぞ、アスカちゃんってな。何？この子は大丈夫だ、ルーシー、思いっきりやれ。ありがとう、ナッツ。今度はこっちの番よ、マック。これからよ。砲が消された。まさかガイアからの攻撃。ルーシーダウン、試合終了。勝者レイブンテイル・フレアコロナ。私の勝ちだ。ざまあ見ろよ、金髪。みっともない。金髪負け犬。泣くな、ルーシー。だって悔しいよ。涙は優勝した時のために取っておこうぜ。すごかったぞ。おかげで俺たちはこの世界で戦えるって分かった。ヘヴェン、レイン、面白いじゃねえか。ここから逆転するんだ。燃えてきた。よい。
Ganome de ya. よし、みんな揃ったら、今日の敗戦は明日の勝利への糧。登ってやろうじゃねえか。わしらに諦めるということだ。負けたギルドには思えないわね。まあいつものことだしね。ルーシーは大丈夫？全然平気ならいいけど。な、何？白い騎士、巨大な魔法陣、崩壊するメルクリアス、そしてその中で。どうしたのシャルル？いえ、なんでもないわ。未来に何が起きるっていうの？エルザは私のベッド入ってくるしで。参加者が同じ部屋っていうのも大変だね。ウェンディの声。おい、何があった？ナツ、ウェンディが助けに行かなきゃ。ウェンディ、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 お前ら、ウェンディをどっ、くそ、見つかったか。One fight. さあ、行くわよ。やれ。アイスメイク、アイスブリンガージョーのトブラ、ジョーのトブラ、アゴアリゴーシュ、ジョーイ、なかなかやるでしょ。へぇ、ルーシー、アメイジング。てめえら誰だ、助けてくれ。レイヴェンテール、なんて奴らなの。ルエンディを襲っただけでなく、さらおうとするなんて。襲う？事情はよく知らねえんだ。宿で寝ている少女をさらってこいと言われただけで。少女？エルザじゃなかったみたいだね。おい、ルエンディ大丈夫？もう…They were after Lucy。 はい、昨日はご迷惑をおかけしました。それにしてもレイヴェンテールのやつ、目的はわからん。こいつらは警備隊に、相手には、それに本当の目的はルーシー。さて、闘技場、昨日の遅れを取り戻す。今日は私にも期待してるぞ、ウェンディ。ヒエボイ、ウェンディ、Can I change? No. どのラクリマを作る？
おい、お前だね。列車に返しても、よいしょっと、列車に返しても、あ、いいよ、いいよ、ふーちゃん疲れたな、今日は早く寝よう。うん、まあこんなもんだろ。だいぶそういうのどこ行くかな。よし、ここだ。
て次は、エルザ。そうか。へえ。うん。そうだ。ほう。そうだ。ほう。うん。全部全部什么Stars. Not too dark, need.
2日目の競技はパンデモニウム、参加人数は1名です。パンデモ、パンデモニウムの中には100体のモンスターがいて、モンスターには様々な戦闘力が設定されています。最強クラスのモンスターは聖天大魔導といえど、倒せる保証はない強さです。カポ、皆さんには順番に戦うモンスターの数を選択してもらい、倒した数がポイントになります。モンスターのクラスはランダムで、いきなり強いクラスのモンスターが出現することもあります。一度にたくさんの敵と戦った方がいいけど、多すぎると倒せなくて無駄になってしまう。そして選ぶ数が多いだけ強敵を引きやすくなる。欲張りすぎても良くないというわけだな。最強クラスは聖天大魔導でも苦戦するとなるとね。だけど一巡に一体じゃ他に遅れを取っちゃうし。ここは私が行こう。ホーリーネ、エルザさん、Let's do it. 参加者はくじを引いてください。 Number one. 1番ラッキーだね。一番たくさん自分の順番が回ってこの競技くじ運で、いや、どうでしょう。戦う順番よりペース配分と状況判断力の方が大切なゲームですよ。いや、これはもはやゲーム100体全て私が相手する。ふだま、無理ですよ。ダメよ、お前ベル。え？
trying. 大丈夫、まだまだいけます。まだまだ、行くぞ。決戦、これで終わりだ。王国の増進、最強と言われていたギルドの真の力なのか。えおい、すげえ、なんだあいつ。私覚えてる、フェアリーテイル最強の女魔導士エルザ・スカーレット。はあ、ティトニア、エルザ。えおい、エルザ、エルザさん、やっぱすげえよ。後で俺と勝負しろ。おいおい、私感動しちゃった。私もう胸がいっぱいで。まだ優勝したわけじゃないぞ。フェアリーテイルへ、パンデモニウム完全制圧。全てのチームの結果が出ました。Thank you.
よう、サラマンダ。ああ、お前ら天狼島から戻って精霊か。いや、あれは修行じゃねえ。あれのせいで修行の時間が。ん？少しは強くなったんだろう。そういうことか。受けて立つ。一対一の真剣勝負だ。サラマンダ。つけてやる。今度から仕事に行くときは俺も連れて行け。どっちが活躍できるか勝負だ。ギー。はあ。Just watching Fairy Tail again. So good, so good. It's so good. いよいよバトルパートだな。今日の対戦相手は出場者は私。頑張れよ、ウェンディ。落ち着いて戦えば大丈夫。はい。奴らはまだシェリアの強さを知らんようだ。ブレイの驚く顔が目に浮かぶ。思いっきりやってきなさい。はい。あ、大丈夫。
should buy more charm. I should buy more. The game is different from the animation, I don't know. それが礼儀だよね。はい。
カイリエル頑張ります。スカイリエル、スカイリエル別に大きく勝敗天空戦、スカイリエル私が王この一撃で楽にした。別流王女勝敗天空戦、今だぶっ倒せ。ここで時間切れ、試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。痛かった？ごめんね。いえそればっかりですね楽しかったよウェンディ。私も少しだけ楽しかったです。友達になろう、ウェンディ。はい、私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セイバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強。よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒール、女性だけのギルドだな。始める前に私たちも賭けというものをいたしませんか。申し訳ないが興味がない。敗北が恐ろしいからですか。そのような感情は持ち合わせていない。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する趣味であるゆえ、軽はずみな余興は遠慮したいのだ。では重たくいたしましょう。命をかけましょう。その覚悟がまことなものならば受けて立つのが礼というもの。よかろう、参られよ。セイバートゥースの前に立ったのはあなたの運命。開け、僧侶級の扉、天秤級の扉。恩刀踏む大天、抜かぬ太刀の型。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたわ。人魚は時に虎を食う。私が敗北。セイバートゥースが
命。そなたの命は私が預かる。よい。はい、仰せの通りに。あのセイバートゥースが負けた。セイバーの女が弱かったのか、マーメイドの女が強かったのか。後者だね。やつは試合中一度も刀を抜かなかった。手加減してるってこと？わからん。それだけならいいんだ。セイバーが何の用だよ。ナツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。創魚球の鍵と天秤球の鍵。そんな無理よ。1日目。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わります。でもどうしてですか？だからこそ私より優れた精霊。嬉しい申し出だけど、あなたはすでにこの2つと合わせて世界を変える。ただの古い言い伝えです。あなたは精霊に愛され。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼。精霊魔法そんなに簡単。ええ、いいえ、あなたならそう言うと思っております。またお会いできる。もったいないことしたわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのに。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、セイバートゥース、私には。ルーシー、俺出てく。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。顔してっからさ、俺気分悪くさせちまったかなって。いえ、すみません。いや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 、謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。どうしたの。私、人にこのように気を使われたことがないもので。私ずっとセイバートゥースに憧れていました。去年やっと入れたのに、私はもう帰ることは許されない。たった一回の敗北で辞めさせられたのです。大勢の人の前で裸にされて、自らの手で紋章を消さねばならなくて、悔しくて恥ずかしくて、自尊心も思い出も全部壊されちゃって。それなのに私には帰る場所がなくて。悪いけど他のギルドの事情は俺には分からねえ。ナツ。
すみません、私つい。他のギルドだけど同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて紋章を消されて悔しいよな。仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。仲間、マスターが一度の敗北でクビだって、なかなか気合入ってんな。だったらお前も俺に負けたらギルドやめんだな。ナツさん、自殺行為だ。クノモ様、自分のところの仲間を仲間と思えねえやつ。何の話か分からねえ。逃げんのか。俺と勝負しろ、ライエンディの。今宵の宴もこの辺でお開きにしまいか。ああ、世の中には体裁という言葉もあるものでな。攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党へ。どうだろう、ここはわらわの顔を立てて。さすればこの子猫は。ごめんなじゅー。ハッピー。クソ、部下が何人かやられてはいるが、わらわが今回の件不問に。いいんだハッピー、俺の方。はい、決着は大魔党演武でつけよう。思う存分な。お前らなんかには負けねえよ。つうか俺たちにはおい、ギルドなら仲間たい。仲間、俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか、夏ドラグニル。ねえルーちゃん、プール行かない？プール？うん、近くに大きなプールがあるんだって。みんなで行こうよ。いいですね。プールか。夏たちにも声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。わあ、本当にプールだ。広いですね。気持ちいいな。ルーちゃん、こっちこっち。待って、今行くから。待って、くつろぐの早っ。おいと、
様と一緒に泳ぎたかったです。終わったらまた来ればいい。それじゃ明日から頑張らなきゃね。精一杯応援するよ。ブレイ様のために。絶対優勝。残りの試合、勝って勝って勝ちまくろう。ああ。遅くなってしまった。誰だ？ギルドに入ってたのか。ショウやウォーリーも同じギルドに？そうか。それにしてもいつか手合わせ願いたい。そうなのか。ずいぶん物騒な名前。え？これは国防大臣殿。あれとは。一刻も早く試運転がしたくてですね。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいかと。それはあれはすでに完成しております。予算工面のための便宜ですよ。未完だという。あとは精霊魔導士がいればエクリプスは実用段階まで来ているのです。これより計画はフェーズ4プラン B に移行いたします。より確実に精霊魔導士を入手いたします。あなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の事実。しかしここまで来たら止まれません。 No。 王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれます。世界を変える扉エクリプスの前では一人の少女の命だと実に安い。精霊魔導士は二人もいるんだ。止まれるものか。10の鍵を持つ少女と2の鍵を持つ少女、12の鍵が揃う。エクリプスは完全に起動する。ゼレフ、ゼレフ、How about now? ゼレフ、ゼレフ。Oh my god. Hey, ゼレフ。That's the point, but of the those here. 大会は2日間、3日目の今日が折り返しね。周囲には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲で。はい、今日も妙に張り切ってんな。ゆべ、なんにもないよって。はーい、よっしゃ。
ほう。ええ。ノーノー。そうだ。
よし。帰ってきたな。I want to do both course on the same time. どこに行こうか。天の案内。ここに行くぞ。
行くぞ。よっしゃ、行っちゃ行くか。来たな。やったね。魚何匹買えるかな。さすがだな。グレー様、一緒にお仕事行きます。げ、またかよ。こいつと二人きりだと。また、いや、二人きり。なぜですか。二人だけでは危ないという。だってな、お前。お、ルパ。俺たちと一緒に仕事？別にいいけど。く、首がたき。やっぱり大和交換な。邪魔し。いやいや遠慮するな。あれ本当にいいのかし。
ver. どこに行くかだ。ここだな。ギヒ。やられる覚悟はできてんだろうな。鉄竜の
りかよ。よし。あら、ダジャレ。あら。テスリム。ハガ。ワ。張り切っていきましょう。Need only going. Ah! Come on now. Come on now. Come on now. You need mana.レイヤーレグレスインパクト血流層鬼神鬼神血流剣ウォーターゲージ行きます。やられる覚悟はできてんだろうな。
ギヒ。もう。よし。ガジ。ギヒ。ありがとう。ギヒ。ギヒ。いい。帰ってきましたね。褒めてやろう。頑張ってるわね。